しくお願いします。決め事絶対一の緑色担当一ノ瀬山です。よろしくお願いします。はい、決め事絶対一の白色担当ゆいです。よろしくお願いします。はい、決め事絶対一のピンク色担当ゆうらです。よろしくお願いします。はい、決め事絶対一の青色担当君を見てるです。よろしくお願いします。はい、決め事絶対一の紫色担当のまみむめももえです。よろしくお願いします。セブ島メンバー全員来るの初めてで、こう、すごい南国っていう感じのイメージだったから、こう来て、ヤシの木とかがあるのを見て、あーって興奮しました。はい。セブ島ではレチョンが有名だと聞いたんですけれども、まだセブ島のレチョンは食べたことがないので、今回食べてみたいと思ってます。決め事絶対一の曲は、結構みんなで盛り上がれるような楽しい曲から、ちょっと激しめのロック調の曲だったり、いろんなジャンルがあるので、逆にその歌詞は日本語で通じないかもしれないけれど、曲の雰囲気で、会場全体を盛り上げることができるかなと思っていて、体もよく動かすので、一緒に動かしたりとかして、楽しい気持ちになっていただけたらいいなと思います。決め事絶対一のコンセプトは、君のライブアイドルということをコンセプトにしています。ライブアイドルとして、みんなという言葉は使わなくて、君一人のために歌うよというコンセプトでやっています。で、姫事の歌なんですけれども、メンバーの、気持ちだったりとか、その時の姫事の、思い出だったりとか、そういったものを歌にしていることが多いです。一番思い出に残っているパフォーマンスは、初めてフィリピンでライブさせてもらった時のライブで、まだフィリピンの人と初めて会う時で、姫事絶対一も初めてフィリピンに来て、すごく緊張していたんですけれども、すっごく温かく迎え入れてくれて、とっても楽しい思い出になりました。姫事絶対一は、見た目も、年齢も、もう何もかもがバラバラで、今まで姫事絶対一をやる前の過程、生き方もすべてみんなバラバラで、学歴とか、家のこととか全部がバラバラで、その5人がこう組み合わさったっていうのがすごい面白いなって思います。まだ予定は決まっていないんですけれども、姫事絶対一全員またすぐに来たいと思ってます。